さ、FPS とかさ、結構やって、なんか流行ってるのって、その言い訳できる要素がいっぱいあるのよ。ああ、なるほど。だから、自分はすげえ頑張ってる、でも味方が弱いせいで負けたとかさ、チーム戦のゲームが流行るのって多分そこなんだろうね。ああ、それよくさ、そういうふうに聞くのよ。なんか、こう、勝ったら俺強いで、負けたら、人のせいにできるから、流行るっていう話を聞いて、俺、全くそれは、なんか理解できなくて。いや、自分のせいの方が楽しいじゃんって思っちゃうから。多分それは格ゲーのなんだろうね、多格分。ゲーの方なのかもしれないね。だから格ゲーってそもそもね、もう練習する段階からもう修行じゃん、なんか。まあそうね。そう、連まず続技負とけかるとね。ころから始まるっつうのは普通で、初心者がやり始めて、まずか、勝ち越すことなんかできないじゃん、対戦で。まあだからそうだ負けね。るところから始まるっつうのが、多分特殊で、そう。だ最近流行ってるゲームっていうのは、もうなんか勝ちやすい、初心者でもちょっとやればもうすぐ成功体験ができるみたいまあそうだよね。な。そう、だから、今の梅原の話を聞いて、やっぱ、ガチでやってるやつはすげえんだなって思いましたね、逆に、そう、なんか年取って甘えてる自分やっぱいるわ。いや、そうよ。全然、こんなだって別に手とさ、指しかさ、使わないんだからさ、全然、ねえっていう。そうだよな。だから、その、ね、ゲーマーは年取っていくとどんどん弱くなっていくっていうのは幻想なのかもしれないね。やっ幻ぱり。想というか、まあ、証明はできないよね。だから、例えば FPS で23歳が、ピークって言われてるっていうのも、あくまで統計の話になっちゃうから、まあ、統計っていうか、まあ、事実、そのぐらいの年以降で勝ってる人がいないんだったら、まあ、そうなのかもしれないけど、たまたま23ぐらいで世代交代起きてるだけかもしれないからね。実際だってね、その20代ってか10代のやつと、じゃ例えば30代のやつが同じような練習環境で同じ期間練習してってやったらどれぐらいの差がつくっていうのを実際に試したやつはいないよね、多分。いないはず。だってもうその頃には、もうその年の頃にはもうね、諦めてるわけだから。そう、結構ね、30代とかストリーマーで活躍しててすげえ上手い人もいるしね。まあそうだよね。いやだからね、年取った時、でも強いて言うなら、年を取って、損したなって思うところはあって、でも多分それ他の人たちにも当てはまるんだけど、若い時って、終わりを知らないのよ。例えば、俺、ヴァンパイアハンターとかってすごいやり込んで、もうだから連続技とかもそれこそすげえ完璧に、もういろんなキャラの連続技できるようにしたし、知識も、まあ当時としてはね、まあ今から比べれば全然だけど、まあ当時としては知識も詰め込んだし、まあだから俺からするともうすごい丁寧にやったわけよ、ヴァンパイアハンターというゲームを。ヴァンパイアセイバーっていうゲームが出て、みんなそっちに移行したときに、全部やり直しみたいな。そうだっだよね。たら、そんなに丁寧に攻略しても、またやり直しになるんだったら、勝てればいいか、とりあえず勝ち優先でいいかなってなっちゃったの。そこで、ちょっと考え方変わったんだ。変わっちゃった。で、そっからだから、ヴァンパイアハンター、あとゼロスリーは結構丁寧にやったんだけど、ヴァンパイアハンターとゼロスリー以降は、そんなに丁寧にやっても、なんか、ゲームタイトル変わったらやり直しだし、みたいな。で、当時はゲームタイトル変わるの早かったし、っていうんで一回、まあ、特にサードなんかは相当そういう意味じゃ、後から入ったっていうのもあったけど、相当大雑把な攻略したし、そうだよね。だって攻撃で埋め抜きで俺がユン担当で大抜きあと全部とかなんか言うんだよね。それだって本来の梅原の攻略の仕方だったらありえないよね。まあ、ありえない、ありえない。だから、そういう、なんだろう。っていうのがあって、だから、若いプレイヤーを見ると、そのおじさんに比べて、細かいところまで詰め
出るなっていうか、その無駄になった経験がないから、まだ無駄じゃないんだけど、うん、無駄じゃないんだけど、一からやり直しっていう、うん、その強烈に一からやり直しっていう風な多分体験をしてないから、うんうんうん、そういう意味では若い時の方が純粋さがまだあるから、うん、確かにそこは年取ってちょっと、ああ若い時に比べて妥協が増えたなって自覚したから、あの最近はまたすごい丁寧に細部まで詰めてるんだけどね。マジか、そういうのであんなにガチでずっと配信して練習してんだね。そう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 、あなんかもうすげえな単純にそのプロゲーマーを見てる感じだ今。え？あんまりそのなんだそこまで詳しいそのプロゲーマーとしての考え方っての他のやつからそこまで聞いたことなかったから。あまあ、うん、まあね、っていうかそんなに交流ないでしょ。だっていやだって某団体の某団体の時はいろいろさその世間話的にさそういう話もするじゃんね。いやだから梅原みたいにマジでどういうふうにそのプロとして考えてるかとか話すやつあんまいなかったから。あそう今だから初めてなんかそういうプロと話してる感じ、プロと話してる感じがするわいやなんか、うん、あそうそう、いやでもまああれよ、単純にこれがない時の喪失感が俺はすごいの知ってるから、自分が、うんうんうん、これしかないの知ってるから、まああがけるだけあがきたいなっていう。いや勉強になりましたいやだまあ、結構さ、うん、バーチャ勢ってさなんかちょっと独特な喋り方するっていうかさ、うん、北山とか大須とかさ、うん、あれってかなり山岸さんの影響を受けてるから、うん、あそうなんだ、あそうなんだ、へえ、うん、ワードセンスとか、あだからちょっとおもろいんだあいつら、あそう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 、ちょっとっていやちょっとおもろいっていうかなんかちょっと違う、うん、なんか正攻法じゃないのよ、うん、面白さ。ああ、確かに確かに。そう、言葉がさ、なんか、俺らが全然知らない単語も持ってくるから、うん。あすごいおもろいなっていう。俺の中では、あれの上位互換が山岸さんだから。うん、ああ、なるほどね。そう。なんか、もっと自然にやってくるから、あれも。確かにね。うん。うん、実況してないもんね。うん。その大会の。外側の背景とか喋って笑かすタイプだ。その、選手の背景とか。そうだね、そういうタイプ確かにね、そうだよ、ね、だ俺の中でその好きなゲームセンターってやっぱりその、うん、店長が変わってる人、うん、だから それが松田さんと山岸さんで、うん、ゲームをやりに行くだけじゃなくてその店長と喋りに行きたいっていうのが、なるほど、ああありましたね、うん、そうそうそう、なんか松田さんとかね、そのゲームやりながらうん、ちょっとゲームやってない時に一緒に雑談とかしてるとすげえ面白くて、うん、面白い、でそれともう同レベルぐらいの人がやっぱ山岸さんなんだよね。うん、確かにそうでしたね。やばい、ま、もう山岸さんも本当もう10人ぐらいいる前で一人でずっと喋ってるけどめちゃくちゃ面白いんだなんか。へえ。聞きたかったな。あの人でも山岸さんでもね、結構ねかしこまる相手にはかしこまるから、うん、やっぱ実況聞くのが一番いいと思うけどね。ああまあそうなんですね。うん、そうそう。俺とかに対しては全然もうそんなふざけてこないから。あそうなんだ。うん、そうそう、はいはい。俺は別にそんな親しいわけじゃないから。うん、ただなんか一回、その実況してるの、二回ぐらい実況してるの聞いたのかな、エボと、うん、エボでなんか、バーチャの実況してて。うん、はいはい。だ90、違う、2003年か。うんうん。うん、チビタが優勝したバーチャの時とか、山岸さん実況して、あとはなんか一回ビートラかなんかで、サードの実況聞いた時、うん、まあその二回しか実況聞いてないんだけど、二回とも超面白くて。それでなんかこの人面白い人なんだなみたいな、うん、いやでも山岸さんも結構俺もなんか共感する部分があって、うん、店長ずっとやってんだけど今までやってきたゲームセンター全部潰してるからねいやそれはねでもねあれだと思うよ、やっぱね、うん、常連ができちゃうんだと思う、常連ができる店って基本潰れると思ってるから、あ、うん、あ常連ができちゃうんだと思うよ、あ人楽しいからね、あの人に、うん、俺だ、ね、だって、まあ言っちゃなんだけど、俺が行ったゲーセンってほとんどなくなってるもん。ああ、やっぱ面白いゲーセンは。うん、てか、そういうは聖地みたいな感じになっちゃうから、そのゲームの、うん。そうすると常連ばっかりになって、一般客いなくなっちゃうから、あうん、そうで、ね、で、場所変えたときに潰れるっていう。ああ、うん。そう。
一元さんが入ってこないとね、結構きついよね。一元さんが入る流れなくなるもんね、確かに常連ばっかりじゃない、確かに。でしかも昔はさ、排他的だったじゃん。うん、初心者とか下手なやつってなんだてめえこの野郎っつってさ。いやそこまではねえけどまあ。いやでも俺やっぱ排他的だったよ、やっぱさ初心者とかそのあ違うとこから来たやつはもうフルボックにして帰らせて、何だったんだあいつみたいな感じの、まあ、空気出すもんやっぱ、まあ、確かにそのあわざとナメプで殺すやつとかいたからね、うん、まあ、ナメプはせんかったけどやっぱそのボコボコにして、うん、両替してる時の顔絶対 見に行ってたもんね俺。終わってんなお前、どんな顔して両替してんのかなこいつっつってまだやる気あんのかなとか。それ名古屋の時、それ名古屋っすかね、うん、そう、ビジョンではもちろんやってないですけど、それは俺もやられたからねそれはビジョンではね、そうそうケイさん今どんな顔してんのっつって言ってね、そうそうそう1000円で足りるっつって言ってそうだからだからあのわざとあの自分が両替機側の方に座って、そうそう、相手の顔見られないように。そうだよね、そうだよね、それあれ、ね、テクニックだよね、分かる分かる。まだ負けてないのに両替したわね。それやった、ケイさん、まだね、5枚ぐらい、あの筐体の上に50円玉あんのに、両替しに行ってて、まだあるじゃんって言ったら、いや、足りんくなるからって、あの時はおもろかった。